浜寺公園。浜寺公園は、大阪府堺市西区及び、高石市の沿岸部に広がる大阪府への都市公園。約5,500本の松林で知られる。この界隈は有名な別荘地、別荘参照。堺南の端から南へ、約2トル、石津川に架か,かる太陽橋を渡ると、紀州街道は内陸へ進路を取り、沿岸部には松林が広がっていた。 古来白社聖書で知られた泉海岸の中でも特に名高い高志浜の金棒にありも残るこの松林は18世紀初頭の宝永年間に泉国大鳥群泉美村、西下村、東日村、山内下村、今在家村の五家村の住民らが傍聴のために植えたものが原型となっている。これら五家村は1747年、延響4年から絶やす家漁となり、 1868年、明治元年に、田安すがこの松林を伐採して、神殿開発を計画。以降二転三点の末、1873年、明治6年に当地を訪れた大久保利道、約850本にまで減少してしまった姿を、嘆いて、堺県令の最小淳に働きかけ、伐採停止が通達された。この時に、大久保が読んだ歌、 音に聞く講師の浜のは、まあ、松もよのあだなみは、逃れざりけりは、小倉百人一首にある有古内人のお柿井の、音に聞く講師の浜のあだなみは、掛け地や袖の濡れもこそ、すれの、元歌取りで、園内に、お始末日として区日が建てられている。1873年、明治6年12月に、日本最古の公立公園として開園する。1905年、明治38年、 浜寺公園の南に隣接する千北軍、高石村大麻高石北及び高石南の沿岸部、足田川大地川間に、日露戦争における、ロシア兵不良収容所、約43ヘクタール、2万8千人収容が建てられた。浜寺公園では、軍艦の模型を作って爆破させる省や、約500人の見学を招いての古代戦闘合戦が行われたり、 夜間もイルミネーションで飾っていた。園内のユースホステル北側に、ロシア兵の霊を沈める銅像と、小泉純一郎総理大臣と、ロシアプーチン大統領の署名が入った石碑が立っている。なお、この地で亡くなった捕虜は、現在の泉大津市江河菅町墓地に埋葬されており、現在も89基の墓石が並ぶ、ロシア兵墓地として保存されている。 公園周辺の仙北郡浜寺町一帯は、大正から昭和初期にかけて別荘地となり、下記は海水浴場として大変な賑わいを見せた。浜寺海水浴場は、大阪毎日新聞社と南海鉄道が開設したもので、半海線の駅前ということもあり、旧境港南側の大浜公園を呼び、大浜海水浴場と並んで、一大レジャースポットであった。 かつて園内には数軒の料亭が営まれており、堺市出身の与謝野秋子が与謝野鉄官と親しくなった抱会も行われ、現在は秋子の区比が存在する。1945年、昭和20年から1958年、昭和33年までアメリカ軍に接収され、解除後わずか3年で、仙北臨海工業地帯の埋め立て造成が始まった。 海水浴場は姿を消したが、浜寺公園の松林の保存などを目的に、浜寺水路が建設され、過労うじて王子を忍ぶことができる。園内は様々な樹木が育てられており、春には桜の花見客であふれる。大阪緑の百選に選定されている。また、特に有名な松林は、日本の名称百選に選定されており、大規模な松林を守るため、 至るところに防火設備が見受けられている。現在では使用されていない1908年、明治41年に製造されたアメリカ製の消火栓が公園中央を南北に貫くメインストリート沿い残っている。園内の指定地域では直火は使用できないが下記の取り扱いが許可されており、冬を除いた季節の週末ともなるとバーベキューをしているグループが見受けられる。 繁忙期には園内に売店が開かれ、単語の節句には、阪海線浜寺駅前駅側入場口を中心に、多数の恋のぼりが設置され、夏には、日本のアーティスティックスイミングの発祥の地とされる、不浜寺プーに毎日新聞社主催の浜寺水連学校が開校される。浜寺水連学校では、日本の古式泳法の研究、実践、伝承が行われている。 サッカー J リーグセレッソ大阪の下部組織がユースホステル伝説のグラウンドでサッカースクールを開催している。2003年及び2004年の7月31日には通常大浜公園で毎年行われる境体の夜市が一時的に場所を変えて開催された。2018年9月4日の台風21号により公園内の松や桜の木が相当数折れたり、 寝不そぎ倒れた。また、子供汽車の交通遊園前駅ホームウ屋が全開したため、子供汽車と交通遊園が休業している。2018年10月7日に営業再開。公園の区域は浜寺水路を挟んだ両岸の南北に渡っている。なお、主たる部分は東岸にある一方、西岸以下には印を、表記は、 阪神高速4号湾岸線との間に挟まれた細長い区画となっている。施設やサービスによっては、それぞれ有料となっているものがある。以下の施設は東公園の施設ではないが、公園に隣接、または内包して設置されている。この公園は、堺市と高石市にまたがっており、堺市内の部分は、浜寺公園町であるが、高石市内の部分は、 羽衣公園長、羽衣公園長という地名がついている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。